なんでブラックホールはあるんですか？に相当する話を、知識に聞くのは無理が。誰も知らないのだ。地球がなぜあって、ここに人間がなぜいるか？も、含めての話。ある、という事例に対して、理由を要求するのはナンセンスだ、という理解はでも、勝敗を前にしてはなかなか歪んでいく感覚ではある。敵側にあれがなければ勝てた。何で敵側にだけあれはあるんだ？この宇宙の個性として、カブトムシは森の王。なんで？そこに理由は、ない。この宇宙の個性、それとしてクワガタよりカブトムシの方が好き？そういう。敗北を前にしてか、それは問いを続けている。なぜ我々は負け側なのか？それは物理に反するから、しかし。物理そのものが間違っているとは思わないか？カブトムシが王でなければならない理由は何か？